マジか、このタイミングでやってきたか。なんと、ファイナルファンタジー7リバース、PS5 Pro 対応のアップデートが、この度、配信となりました。パフォーマンスモードと、グラフィックモードを両立させた、そういった専用モードが、なんとね、追加で実装されると、CPU 高速モードで、より安定化して遊ぶことができると、そのような緊急告知がございまして、ちょっとびっくりしましたね。マジで。このタイミングで来るか。ただね、PS5 Pro に対応できるよう、しっかりと、ね、準備をしていたっていうことかと思いますので、これはね、すごいなと率直に思いました。まあ、スクエニもしっかりと、今までなんか PS5 Pro のその話題ってさ、スクエニから全く出なかったけど、裏ではしっかりとアジャストするために準備を進めていたっていうことか。で、もうすぐですね、発売が迫ってきている。で、多分この動画出る頃にはもうすでに発売しているんじゃないかなと思いますが、この PS5 Pro っていうものもある程度意識をしていたっていうことなのかなと思いますね。いやーけど、こういったモードが追加されるのはめっちゃ嬉しいんじゃないの？特に PS5 Pro、こちらを購入する方からすると、やっぱりさ、既存の PS5 との明確な違いとか、やはりその目に見える差っていうところが欲しいかと思いますので、まあ、特に PS5 Pro かな。こちらの購入を検討されていた方からすると、やったぜみたいな、そういった感じかなと思います。で、今回は、ファイナルファンタジーの公式からは、今のところは、FF7 リバース、こちらのみアナウンスがございまして、まだ、最新作である FF16、こちらに関するアナウンスはございませんので、まあ予想では7リバースがこちらに適用するっていう話であれば、おのずと16の方も、まあ、新たなモードをね、付け加えるのか、わかりませんけど、同様のムーブをしてくる可能性があるのかなと思っていますけど、まあ、現時点では定かではございませんと。まあ、とりあえず FF7 リバースに関しましては、そのような状況となってますね。いやーけど、これはね、嬉しいお知らせかな。それと同時に、唐突にアップデートがやってきて、正直びっくりしましたね。マジか、このタイミングでやってくるかって感じなんですが、まあそういったところで可能な限りですね、最新のアップデートを適用いただき、この FF7 リバースをお楽しみくださいと書かれております通り、まあアップデートはね、やっておきましょうと。まあそういったお話でしょうか。で、その他にも、一部の不具合、これ具体的に何を指しているのかわかりませんけど、そういったところの修正と機能安定性の向上っていうところもですね、含まれてるみたい。で、またですね、こちら、バージョン 1.050、待てよ、バージョン 1.050 では、従来のパフォーマンスモードとグラフィックモードの特性を両立した、エンハンスモード、追加実装し、プレイヤー皆さんに新たな体験を提供すると。で、こちらについては、映像もですね、公式から公開されてますね。で、これがどうやらエンハンスモードらしい。で、こちらっていうのが PS5 Pro 本体の、改造技術 PSSR を活用することによってパフォーマンスモードの 60fps 滑らかな動きとグラフィックモード相当の高い解像度の両立を果たすことができると、そういった運びみたいです。へえ、よくできてんな。エンハンスモードか。いやーけどこれはいいね。ただこれはね、 PS5 Pro が出るタイミングにもよりますけど、ちょっとね、遅かったかもしんないな、出るのが。もうちょっと早ければなっていうのが肌感なんですが、仕方ないか、そこについては。いやーけど FF7 リバースめっちゃ懐かしいね。いや、なんだかんだでさ、俺はこのゲーム好きだったよ。普通に面白かったね。なんだかんだ。まあ、あまり売れてないだの、面白くないだの言われておりましたけど、決して悪くはなかったんじゃないかなとは思いますね。あ、今そういったところで、今回この FF7 リバースの続報がね、なんとこのタイミング、この11月のこのタイミングでやってきましたので、この度取り上げさせていただきました。
CPU の高速モードを使用することでよりゲーム体験を安定化と。へえ、けどすごいね、これ。いやけど PS5 Pro 対応アップデートがこの度やってきましたが、おそらくですね、他のゲームとかでも同様に、例えば PS5 Pro に、適用しますよ。で、この PS5 Pro のみ、できる、何か付加価値みたいなものがあるんであれば、このタイミングでね、告知があるんじゃないかなと思います。はい、まあそういったところで、このタイミングで、唐突にアップデートが来て戸惑った方多いかと思いますが、そもそもまだね、こちら、FF7 リバースをやってる方がどれぐらいいるのか、ちょっと謎ではあるんですが、ただまあ3部作ですね、こちらございますので、まあ、このタイミングでもう一回やろうとか、で、特にね、最終作がね、最終作が出る寸前になってから、もう一回やろうという方も出てくるかと思いますので、未プレイの方はぜひね、このタイミングでやってみたらどうでしょうか。また、CPU の高速モードって何かと思ったけど、プロに CPU を高周波で動かすモードがあるっぽいとか、なんかこれもこれですごいよね。CPU の高速モード。こんなものもあるんだ。CPU の高速モードでなんじゃいと思ったけど、そういうことね。なんかこれはこれですごいよね。PS5 Pro 届いたらついにやるか、それとも3作目の直前にするか。なので PS5 Pro を購入した方からすると、それだったらね、新規でこの FF7 リバース購入してみようかなっていう気持ちにもなりますので、まあスクエニにとってもこれ決してマイナスではないということか。ただこういう開発を追加でするんであれば金もかかるし大変だろうなと思いましたけどね、ミニゲームを調整してくれと、じゃないと3週目やる気にならないと、アップデートされてもディスクドライブないから遊べない。確かに。そういえばそうか、ディスクドライブだ、ディスクドライブ。パッケージ版購入された方はもし買い替え検討をしているんであればディスクドライブが別途必要だから、そうだな、よく考えるとダメじゃねえか。まあ別途デジタル版を買えっていう話かもしんないけど、ただディスクドライブ売ってないよな。これどうなってんだろうね。結局いつ供給が安定するのか、そこについてソニーからアナウンスが特にないからね。なんか噂ではこの PS5 Pro かな、こちらが発売するタイミングで、このディスクドライブも同時に出荷されるんじゃないかっていう噂が飛び交っておりましたが、あくまで噂だったので、こちらについては特にソニーとしてはアクションは何も取ってないことが分かりましたので、まあ、残念ながらディスクドライブの品薄状態っていうところはこれからも継続していくことになるのかなと思ってます。いやーけどアップデートは嬉しいけどな、けど PS5 Pro か、なるほどな、自分は多分プロはもう買わないからな。皆さん買いますか、本音ベースでどうですか、ちょっとぜひねコメント欄で教えてください。ただ購入する方でどんぐらいいるんだろうか。まあいいや、とりあえず今日の動画一旦終わりますね。お疲れ様でした。ではまた、バイバイ。